APEX が弱い人の最悪な共通点はたった一つあります。それは、漁るのが遅いことです。漁るのが遅いイコール弱いにつながる理由を皆さんは4つ正確に答えることができるでしょうか？弱い人ってエイムが悪い、もしくは立ち回りが悪いとかそういうのじゃないの？っていうふうに考えた方もいらっしゃると思います。が、実はもうその打ち合う前、戦う前からもう負けてるんですね。はい。不利な状況で戦ってる。それは、漁るスピードが遅いというのにつながってきます。実はですね、プロゲーマーの選手の方で、漁る効率を徹底的に考えて研究してるという方もいらっしゃるくらい、漁るスピードというのは、侮れない一つの強い要素、強さの指標となっています。皆さんね、上手い方のプレイを見ていると、漁るのがめちゃくちゃ早いなとかいう経験っていうのはあると思います。エイペックスが上手い人で漁るのが遅いという人は見たことないはずです。そのくらい漁るスピードというのは大事な要素になってきます。といったところで、今回は漁るのが遅いと弱いがイコールになる理由っていうのを解説していこうと思います。それと、漁るコツっていうのもお教えしたいと思います。どうも皆さん、はじめまして、先端恐怖症と申します。といったところでですね、今回はですね、早速、先ほどの質問ですね、4つの理由っていうのを先にお答えしていこうと思います。1つ目は、物資差ができてしまうことですね。漁るのが遅いと物資差ができてしまう。それからゲーム全体の行動が遅くなってしまう。それから、魚振られやすくなってしまう。で、それから、漁る時間が長ければ長いほど戦える時間が短くなってしまうというのがあります。まず1つ目の物資差ができてしまうという話なんですが、分かりやすいところというと初動ですね。初動に例えば敵が真横に降りてきました。漁るスピードが速いと物資差がどんどんできていきますよね。相手が例えば遅く、漁るスピードが遅い。自分は、もうどんどん漁って、しっかり物資差をつけていくことができれば、その時点で、勝ちが決まりますよね。漁るスピードによって物資差ができてしまって、もう戦う前からもう負けが決まっているという状況ができてしまっているわけですね。それが一番物資差に関してですね、漁るスピードが速い方が動きやすいというのが一番わかりやすい例だと思います。次に行動の速さですね。皆さん、漁るのが遅くて味方に置いていかれるといった、そういう経験はないでしょうか？特に強い方とやっていると、どん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 味方は先に進んでいってしまって、もう自分は追いかけるだけだっていうことは結構あるんじゃないでしょうかね。エイペックスが強い人っていうのはですね、行動が速いです。漁るのも速いし、行動も速いです。はい。このゲームっていわゆるバトルロイヤルゲームなんですけど、60人で生き残りをかけて戦うというゲームですね。で、このゲームはですね、アンチっていうのが決まってます。安全地帯ですね、エリア、リング、いろんな呼び方がありますが、最終的に、どん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 狭くなっていく範囲で戦わなければなりません。といった時に位置取りっていうのがすごく大事になってくるわけですね。一番最後のエリアで一番高いところ、強いポジションを取っている人がチャンピオンに近いというのは皆さんなんとなく分かると思います。ではですね、その強ポジションを取るためにはどうしたらいいかっていうとですね、他の、このエイペックスでいうとですね、20チームありますよね。相手の19チームよりも早く行動することが大事なんですね。早く行動して、どんどん真ん中を取って、真ん中を取って、真ん中を取ってってしていけば、例えばエリア際でね、渋滞に巻き込まれることもないですし、真ん中で、一番強いポジションっていうのを安全に取ることができますよね。で、そこを守るというゲームが始まってくるわけですね。そういう誰よりも行動を早くした方がいいという状況において、漁るスピードが遅いっていうのが、その行動の速さに悪影響を及ぼしてるっていうのは分かりやすいと思います。漁るスピードが速ければ、例えばこういった理想の形っていうのがすぐにできますし、こういう理想の形ができたらもう漁る必要ないですよね。
その状況で、誰よりも早くエリアに向かうことができるといったところで、アサルスピードイコールゲーム全体の強さに直結していくわけですね。逆に言うと、強い人はですね、それを分かっているからこそ誰よりも早く行動をするわけですね。3つ目は漁夫の回避ですね。これはまあ一番分かりやすいところで言うと、デスボックスが目の前にあって漁っている時に、殺されましたと、倒されましたといった、その結局悩んでる時間が長ければ長いほど無防備になる時間が長いわけですから、特にコントローラーの人はね、デスボックスを漁りながら動くことはできませんので、すぐにパッとデスボックスから漁るっていうのが大事になってきますね。あとは、弾が少ない状況だった時に、武器を切り替えたりだとか、単純に弾を、取るスピードだったりとかいいので、漁夫っていうのを回避することができます。はい、4つ目はですね、漁るスピードが遅いと戦える時間が少なくなってしまうという話ですね。一番分かりやすいところで言うと、デスボックスを漁ってる時間が長ければ長いほど、味方が戦ってたり してるのに、自分は、これにしよっかな、あれにしよっかなって悩んでる時間、味方のカバーに行けないということですね。それが一番分かりやすい例かなと思います。それから逆にですね、漁るのが早ければ、例えばこれぐらい、アーマーが削れていたとでも、こうパッて着替えて味方の援護に行くことができるということですね。こういった理由からですね、弱い人っていうのは漁るのが遅いっていうのは直結してる、裏返すと強い人は必ず漁るのが早いという形になります。その理由をしっかり、覚えておいていただけると、漁る時にですね、意識することっていうのはだいぶ、変わってくると思います。エイムとか立ち回りっていうのはその次の段階であると私は考えています。ではですね、漁る時のコツっていうのをご紹介していこうと思います。一番分かりやすいところで言いますと、こちらですね、理想形の形っていうのを頭で思い浮かべておく、もしくは実際にですね、これで射撃訓練場に来てみてですね、金バッグ、全部金装備と赤アーマーを着てですね、でその状態で、一番自分にとって理想の形、一番自分にとって理想のバッグの中身っていうのを作ってみてください。私のバッグの理想の中身はこんな感じですね。ショットガンアーモに関しては16発でいいと思ってます。32発派の人もいらっしゃるんですが、優先順位が低めという形ですね。ですし、マスティフはもう今の環境もう誰もが持ってますから、だいたい拾えるし、味方からも最悪分けてもらうこともできるので、16発と優先順位低めかなっていうところですね。で、ボルト SMG に関しては、360発持つようにしています。例えばこれがですね、フラットラインの場合だと、300発で、プラウラの場合だと360発、ウィングマンの場合だと180発ですね。で、サンマルチだったら420発みたいな感じで、武器ごとに何発持つかっていうのを決めてます。ちなみにですね、サンマルチが420発も持つ理由はですね、敵がライトアームを持ってないことが多いからですね。環境的には割とライトアームそこら辺に落ちてるんで、もうちょっと少なめでもいいんですけど、個人的には最悪の状況を考えて弾を多めに持つっていうバッグの中身にしてます。一番最悪な状況っていうのは、こうやって敵にこうダメージを与えてダウンさせることができました、でとどめをさせました、でもリングが後ろから迫ってきてて結局漁れませんでしたっていう状況ですね。弾をですね、360発持ってれば、だいたい最初から最後まで戦える、だいたいですけどね、戦える量なんじゃないかなっていう感じで、最初から最後まで戦える弾数、よく言えばね、420発持ってたいっていうぐらい、弾を割と優先順位を、マックスにしてますかね、最高値にしてます、個人的には。最悪の状況を考えて、結局、一回も漁ることができなかったけどチャンピオン取れたっていう試合って結構あると思うんですけど、そういう最悪な状況を回避する派の考え方なので、そういう風にしてます。人によってはですね、このボルトの弾は240発でいいとか180発でいいとかいう人もいらっしゃいます。自分にとってのその立ち回りとか、
考え方とかによってバックルの中身っていうのは変わってくるので、まあ、動画とか、あとは強い人の、バックの中身っていうのを見てみてですね、どういう考え方でバック作ってるんだろうって考えてみるのも面白いと思いますし、どういうバックの中身が自分に合ってるのかっていうのも、ぜひ考えてみてください。次にですね、セル系ですね、バッテリー系。バッテリーは4つ、セルは8つっていう形にしています。まあ、これは、バッテリーが2個しかない場合はセル、12で対応してますね。メイン武器の弾の次ぐらいの優先順位にしてますかね、セルに関しては。これもまあ最悪な状況っていうのを想定しているためですね。こうやってこう、ちまちま、撃つ状況が多くなってきてると、いった時にですね、弾が、もちろん必要になりますし、あとセルっていうのもこうちまちま回復しなきゃいけなくなりますよね。セル8個でいい、でバッテリー2個でいいっていう派の人もいるんですが、私は基本的にセルは12個で、バッテリーがたくさんあった場合はセル4のバッテリー8という形にしてます。まあ、私の場合はですね、まあ、最悪の状況を考えて行動する派なので、例えばまあアーマーが全部削れてて、このセルとかバッテリーとかが1個もないよっていう状態だったら、もうこの時点で負けじゃないですかね。あ、何もあさることができなかったら戦いにすらならないじゃないですか。結局セルがなくて、戦うことすらできないという状況を避けるために、セルは12個もしくは、バッテリーが4つの場合はセル8個、まあ、2の12か4の8という形にしていますね。医療キットと注射に関しては、まあ、2個と4個でいいかなというふうに思ってます。まあ、レブナント環境なので、レブナントでね、トーテムで帰ってきた時に注射2個とか応急1個を使うことが多いので、まあ、これも、まあ、余裕があればバッグに空きがあれば、まあ、注射8個持つこととか、まあ、応急たくさん落ちてたら応急4つ持つこととかありますね。味方に分けることもできますんでね、まあ、回復は結構多めに持つようにしてますね。で、投げ物ですね、もう強いです、最強ですね。投げ物に関してはまた別の動画で撮ろうかなとも思ってるんですが、まあ、テレミット最強ですね。これはもう絶対どんなバッグでも1個は持つようにした方がいいですね。白バッグの場合ですね、白バッグの場合の私の理想のバッグの中身はこんな感じですね。先ほども言った通り、メイン武器の弾はまあ持てるだけ持つというところと、あとバッテリー系、セル系はまあ最優先にするということで、バッテリーに、セル12と。で、あとはまあ応急と注射は欲しくて、で、テレミットは必ず1個は持っておきたいので、こういう形になりますね。先ほどからの話を聞いてたらですね、この弾数じゃ不安じゃねって思うと思うんですけど、不安です。はい。ですので、まあ、もう、いち早くね、レプリケーターがある場合はもうバッグ作りたいですし、まあ、なければ青バッグはね、欲しいですね。はい。まあ、グレとか、まあ、キャラによっては、アルティメット促進剤もね、めちゃくちゃ強いので、持ちたいので、まあこれはもう妥協ラインという形ですかね。はい、このようにですね、事前に何発を持っておくべきかっていうのを、ぜひ考えてみてください。皆さんね、ちょっと頭の中でちらっと考えたかもしれませんが、自分の持ち武器、得意な武器、この武器だったら何発ぐらい欲しいかなっていうのを、ぜひ実際に訓練所に来て、組み立ててみてください。で、それをすると実戦で、迷う時間がかなり減ってくると思います。例えば武器をね、このね、ボルトの弾が少ないから切り替えなきゃいけないって言った時に、例えばまあプラウラーだったら何発持つべきかとか、ウィングマンだったら何発持つべきかっていうのを、計算することができますよね。で、そういうのを考えておけば、フラットラインにして弾はいくつ持って、グレはいくつ持って、どうしよう、あーテレミットもたくさんあるし、あーでも回復もあるしみたいな、そういう迷う時間っていうのがかなり減ってくると思いますので、ぜひ、まあ、できれば全種類組み立ててみてください。はい、次はですね、武器の順位付けですね。先ほどの話にも、まあ、繋がってくるんですが、私の武器の優先順位、拾う優先順位っていうのは、こちらの通りです。はい、こんな感じでですね、まあ、自分の得意な武器から、まあ、一番苦手な武器っていうのを、まあ、できればですね、全種類並べて組み立ててみてください。
そうすればですね、迷う時間っていうのもかなり減ってきます。で次はですね、全部取るってことですね。最初は全部適当に取ってください。こちらの感じですね。もう脳死で全部取っていいです。でそれからですね、後からいらないものをポイって捨てればいいので、最初適当に拾っていいです。まあ、Apex はですね、走りながら武器を捨てるっていうのが結構簡単なので、それを最大限活かしてですね、最初は適当にババーっと取って、いらないものを移動中にポイって捨てる。これができるようになればだいぶ漁るスピードっていうのは全体的に速くなってくるかなっていうふうに思います。皆さん降下をするときにですね、着地するポイントっていうのは考えたことあるでしょうか。この映像ではですね、一番上、屋根上ですね、屋上から漁るようにしてます。これには明確な理由がありまして、時間を短縮するためですね。屋上に行って、2階に行って、地上に行くっていうのが一番効率がいいです。逆にですね、例えば地上に降下してきました、1回漁りました、で2回漁りました、で3回漁りました、屋上漁りましたってなった時に、こっから降りる動作っていうのが発生してしまいます。このですね、 Apex においてこの着地の硬直ですね、何もできない時間っていうのはかなり好きになってしまいますし、単純に時間もかかりますよね、この降りる時間っていうのも。ですので、上から漁るようにしてください。それからですね、上がる動作っていうのは時間がこうやって時間がかかります。降りるときは一瞬ですけど、上がるのって時間がかかります。ですので登るこのモーションっていうのも、時間も節約したいので、できる限り、屋上から降りるようにしてください。はい、こういったところでしょうか。今この時点まで見てくださってる皆さんは、まあ、多少なりとも、改善点があると思いながら見てくださってると思います。他にもね、漁るコツっていうのはいろいろあったりしますし、あとはね、まあ、ちょっと極端に最初は言いました、弱い人は漁るのが遅いから、もう打ち合いにする前から負けてるんだという言い方をしましたが、まあ、他にもね、初心者さんはこういう風なことを意識すると勝ちやすいとかいう動画を出してますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。まあ、今後もね、解説系をやったりだとか、それから生配信もしてますので、ぜひ生配信の方にも来ていただいて、コメントしていただければと思います。それから Twitter もやってますし、 あとは、まあ、YouTube の、ね、チャンネル登録、通知登録など、ぜひいろいろしていただけると嬉しく思います。またね、別の動画を投稿するモチベーションにもつながりますので、コメントなどもぜひぜひよろしくお願いいたします。といったところで、漁るスピードを速くして、Apex 最強をお互い目指せるよう頑張りましょう。というところで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。